はい、こんにちは。本日はゆっくりめにまたガンプラ解説をしていこうと思います。今日はちょっとジョニー・ライデンのゲルグを艶消しをやり直したんで見ていこうと思います。このゲルグはバージョン 1.0、もう量産型ゲルグになります。これも貫徹が弱っちゃっても相当昔のなんで、これ立たない。そしてどうでしょう、さっきよりはツヤはで消えたけど、なんかツヤが出ちゃう症候群。足は強消しになってんだよ、ほら。なんかね、赤いやつ、前ササビーでもこれ悩んだんですけど、赤いやつってなんかね、こうなる可能、確率が高い気がするんですよね。ササビーも何回やり直したって。なんか半ツヤなんですよね。納得がいかない。と言っても、もうこれでやめます。かっこいいっすよね。あれ？武装もいっぱいあるし、バックパックもかっこいいし。これはバージョン 2.0 になるんで、結構内部フレームとか凝ってんですよね。見えないんですけど。と、ジョニー・ライデンのザク2。普通に、最初ダサいと思ったけど、普通にかっこいいんですけど。何この子。フェザリングを控えめにしたらなんかいい感じになったかな。あと何やろうと思ったんだっけな。あ、似てるところでなんかこれと似ちゃってますよね。ちょっとこれと似てる感じ。なかなかいいよな。このシツルムファーストとかはね、実家の押し入れから出てきたやつ。いろいろお宝微妙なお宝が出てくるんですよ。あの戦車もそうだし、すごい重量感。はい、このここら辺チラリズムね、この金銀。ゲルググってあのね、バトーペ2のね、高速移動からの着地が好きなんですよね。あのモーションがダーンって高速移動してきてドーンみたいな、あのモーションがすごい好き。なんかゲルググだけなんですよね。ゲルググだけがかっこよく見える。妙に前傾で高速移動してきて妙にこうなるんですよね。あれがかっこいい。あとはついでなんで、普通に巣立ちしてればかっこいいリガズイです。棒立ちしててもかっこいいという、何なんですかねこれ。あのさ、初代キットって昔のキットバカにできないですよね。どうこの造形、なんかまた再販されるみたいですけど、なんかバンダイって出し惜しみするよね。あのなんか全然関係ないのを出してきたりとかさ、リガズイ書いたかなんだかなんだっけ、あのかっこ悪いやつ。モビルスーツなのに木のストックのビームライフル持ってるみたいな。やっぱ素でしょ。やべえ、リガジーかっこいい。これはヤフオクで買ったやつです。
押し入れに眠ってた当時物のやつ、いくらぐらいで言ってもらったんだっけな、4000円ぐらいかな、多分定価は3000円ぐらいだと思うんですよね。やばくないですかこのリガズイのかっこよさ。ということで以上。